第39期法戦 A1 リーグ実況の古橋貴史です。解説には藤島健二郎プロにお越しいただいております。藤島さん、よろしくお願はいいい、たよろししくまお願いす。します。それでは対局の準備ができたようです。第39期法戦 A1 リーグ第9節 A 卓4回戦勝敗の開始です。立会人藤原貴弘の合図によって4回戦が開始されました。4回戦はちいちゃから吉田、西川、勝又、藤崎という並びです。結局ドラは両走。まずは吉田の親番となります。ピンズヒット、あ、チーソーからこれは吉田らしい。ここまで明暗くっきり分かれてますね、西ち川ょっと勝と又が。ね、まあ吉田さん、めちゃくちゃスーパープレーがあったにもかかわらず、はたっい、た一杯でね、そうですね。まさかのラス落ちまで行っちゃって、うん、ちょっと穏やかじゃないかもしれないんで、はい、最終戦はもしかしたら荒ぶりが見れるかもしれない。いや、ナイ1年ンぶもね、り、めちゃくちゃいいんでね、やっぱりええ、ね。でもちょっと荒ぶり感出てますよ、出てますトね。ーン1曲から。あ、ドラ引きだって。西川さん、順調ですね。はい。そしてね、勝又も3回戦1人沈みの状態からなんと3着まで行きましそうたでからすね。ね。勝又さんもまあそうですね、それを考えれば今日ははまい。だ順調よりいいかうん、なドと思ラいまをす。連ドラ続ドでラ。引いてくる西川。トーンつきましたね。さあ、勝又、おっと、ドラドラが安がいですレアンからソーだね。からね。炭酸ソーターズを決めてのイーシャンテン。いや、みんなそれなりにいいですね。吉田もちゃんと3色まであるぞ。わあ、カンリャンマンバライダーね。うわー、ビわあ、シッと決めた。まあね、取りましたね、カン取りチーまピンしの。たうん、ね。久しの3色まで一気にっていうパターンもあねりましたけど、パーピン打ちの取らずなんかもあるといえばありえ。はますい。けど、まあ今日はね、まあ、もうプラス30弱してるんで、手堅テンパイ、この順目くの転役割テンパイ売。なら取るのが自然ってことですね。まあ手代わりもあったんで、いまあレアインやー、ピンこ引きれははちょっレとア嫌ンですピけンど、で嫌な喧嘩。まあ、この後ね、数ピン引くこととそうかでもすあるね。し、はい。まあ、チーピン引いたら富士天リーチまで視野に入れたパーピン打ちですね、これはね。ビデンリーチあるかもしれないですうん、そうですね。ね。3000の癖になるんで、はい。チーピン引いたら富士天リーチだと思います。藤崎もいいシャンテンですね、くっつき。まあ、6球走、手があり、欲しいね、吉田さんは。はい。まあ、出ても上がりたくないまであるけど、わあ、出よった。そ、上がらないんですけ上ど、がらないっ上がらないんて、だですけかど、上がりませんよ。ら 嘘。フリテンリーいチ含や、めこ上がりれ。たくないとは言ったけどはさ、い。言ったけど、フリテンリーチの構えだ。さあ、吉田。見本せてく日れ2ば度目ね。の見逃まあし。だからこれも荒ぶりの一つですね。はい。もうこの手はね、三色リ、うそう、わ、ドラ、来てしまう。ドラ、怖い怖い。次が有力だから、三素かパーマン。パーマ。パーマンになった。いやー、どうなる。どうなんだこれ。あ、で藤は崎3さん連も敗。テンパイ。ロソ6ア。球ピン。ローソは見逃見し逃てる。して見逃る。してる。怖すぎる。3人連敗。ドラン、この西川だけいいシャンテン。何この曲。いや、もう決着は間違いない。決着は間違いないです。よし、上がっといた方がいいけど、から切っていいく。や、からぎりは、まあまあ、どうせ上がらないっていうことでどうからせ上ぎりがらでないです。す。どうせ上がらない人です。見逃してるからね、つもぎった方がいいんだはけい。ど、どうせ上がらないから と、すま、まあ、これはピンつフもなぎ。んでね。はい。9万引きたい。引9き万た引いいたら、荒ぶりね1だ。うわ、ー。うわ、来た、来た、来た、やめてんですやよね、めこてれ。んだね、これ怖は。い。高め、全員転敗。高め、つも3000の癖ある。全員転うん。敗。チーピンだ。これチーピは、ンにな西っ川ちのまっ上がり。たいやー、最後に追いついた西川がなんと、単野ドラさん8000の上がり。ー。全然違いますよね、は吉い。田さんの立ち回りで結構変わりま本して、当ですね。これは藤崎さん後から見たら何してくれてんだって なるやつかもしれ ない。上がってくれよってなりますね。
まあ、でもこういう意思はねこう、はい、いい方に動くこともあるから、あの1500のポイント、ね、上がっての 1.5 ポイントよりもね、6000までありましたからね、今トップ、わー2メンツ、うわいいですね、これはまあ紛れもない高ハイパイ、ここもいいよ、西川もいい、もう6チッパーまで狙っていきたい、はい、ドラは小さそうです、2曲、親番は西川、ていうかドラドラか、また西川さんドラドラなんだね、これね、本当だ、ストレートに行ってもピンフドラドラだし、途中でね、行って見て変わって6チッパーの6000オールの道もあるし、はい、まさにめちゃくちゃやりたいハイパイ、動いた、シャア動いた、シャアチャア松本一ですね、2回がね、2つあるんで動いた、あ、ドローピン、いやー、引いたなぁ、シャンテン、1数万と6万切るなんて珍しいですね、珍しいか、まあ6チッパに結構なる、なるかなりますよ、結構今度は、さっき手役をめちゃくちゃ狙った結果、はい、上がれなかったんで、今回は行って妥協しようってことですか、危険なローマを先に処理っていうことですね、モレアムパーソーとイースーマンで勝負しましょうっていうことですか、ニサシ、違うね、違う全然違った、ドラ小さだしね、まあ、これ単純にイースーピンかイース、まあ、シンプルースを切る、まあ、パーソー切る手もありますよね、ちょっと難しいですね、イースーマンとイースーピンの比較も両方悪くなさそう、両方悪くない、かといって三層スースはないもんね、三層スースはない、そうですね、いや、うっぱそぎりありそうですね、ああ、うそぎりになった、うそぎりは、うん、まあ、ドラがね来たりしたらまた組み替えれるかと、はい、さあ、両面チーが入りますね、しかはチーしてチーピンパーピンってことですね、うん、じゃあ受けてドラ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 、うん、まあそうですね、うん、一人藤崎さんが仕掛けてるっていうのがかなり大きいですね、この地位は、はい、さあ吉田天杯でリーチに行きたい、うーまんじゃダメ、三層か、なめいっぱいにしてまずうーまんがんこ、また誰が上がるのか全然わかんない曲ですね、これね、藤崎さんちょっとツモ効かないね、いやー効かないですね、うん、ハクハクハク、ドラ、これはブレーキだな、あもうやめ、そうですね、親の西川がね、ドラ票のローソー打った後に両面チーですから、なドラドラはかなり、うわまあまた単票がついただけいいか、まあ、3ピン短期か両ピン短期、3ピンはチー点入りますよ、お、行ってとりあえず絞れたのは大きいかもしれない、はい、あ、これ3ピンは1ピンのか、ローピンがね、自分で切ってる範囲でしたね、3ピンは現物、はい、縦に1枚来てもね、ちょっとな、もうね、ちょっと形が悪いリアンシャンテンですからね、勝又は大家の仕掛けを警戒しているぞ、石崎は全くと言っていいほど進まない、3万、これも通ってはないし、テンパイだ、3ピンが当たりになった、しまった、でも2枚あるから吉田が積もるかもしれない、うわ、これは変えるか、変えちゃうな、これは、いや、変えない変えない変えない、さすがです、
ウッパビいい街に見えますけどね、うん、この辺はね、はい、全然荒ぶってなかったです。荒ぶってない、荒ぶったふり、冷静でしたね。荒ぶったふりからの冷静。ロピー持ってきたらチーム切りますね、おそらく。そうですね、まあさすがにやっぱり西川さんの仕掛けは目立ちますよね、はい、ドラヒョウのロスを打った後に両面チーですからね。ドラドラかどうかは別にして、まあその後手出しも入ってるんでドラドラっぽいんでしょうね。まあタイプ判別するとね、はい、西川さんが両面チーなんで、でもやっぱドラドラがまあだいぶ透けてるのかな。さあ、三ピン短期対サブローピン。ローピンもまだ1枚あるか。三ピンが2枚ある。そのたら大きいぞ。スーピンでサブローピンに変化。サブローピン7点になった。上がりそう。あ、もうつまんないか。これが入ってです。西川、吉田の2人先輩、うん。吉田さんのね、選択が結構意外なところからの、はい、すごく冷静な、ね、3ピン打たずでしたね。はい、カレンちゃんです。ラブトン統一、本一まで狙える。いや本一ですね、これ急走ありますけど、本一にするよね、したい。またトンに行ってますね。トンからこれはポンだ。でローソーでしょうね、でしょうね、はい、でしょう。地先悪い、悪すぎる。吉田も戦えそう。吉田さん結構いいですか、はい、まあ、いいってことはないか。形は整ってるけど打点がね、急走からだ。急走も打った、まあ、これはねまだどっちの色かが分かってないんで、はい、それを隠す意味合いもありますね。これで3ピン泣けるかもしれない。おお、まだ隠す。まだ隠してきた。隠したがり。結構すごいね、これもね。3ピン泣けるかもしれないですよ、これ本当に。そのおかげで3ピンが泣ける可能性は当然あるよね。でも絞りつついってますね、まだ色が分かんないんで。あ、うまく紡ぎられる、まあ、となるとやっぱりピン図かなとはなりますね。まあ手出ししといた方が若干良かったですかね。手出しする、まあ結局ターツ落とすことになりますもんね、うん、でもこの瞬間はね、はい、そうですね、字を打った後だから、うん、マンズが何か関連してるのかなとは思われそうです。たまたまねピン図を持ってこないマンズの本一、はい、パターンもあるからね。この3番を手出しといた方がよくてとかはあるけど、あ、テンパった。ピンは3ピンを打たずにテンパった役なし管理案ピン。で、マンズのメンツが出てきてだいぶピンズだなっていうふうにはなっていて、管理案ピン残りで、9ピン押したけどチーピンが来る。どうする？なんなん？なんもしょんぱい？チーピンは相当泣かれそう。ロンはまだ分かんないですけどね。実際チーピンは泣かれないんですけどね、はい、この手だと。いやー、やめた。やめたんだ。むしろ9ピン泣いてもよかったですけどね。あ、9ピンは確かに。9ピン泣いておくと、先輩は入ってた。はい、チーピン引いてね。本当だ。冷静です、吉田。
荒ぶって失敗したら、はい、ちゃんと冷静に戻るってことですね。トーン一曲にね、荒ぶりに一回見逃してからの。勝間田がなんとかできるか。カンパーソを引ければ。カンパーソって3枚ありますね。ドラヒョウなのに全部山ですね。スッチーマンが薄い。むしろそうか、吉田さんあんこでしたね、はい、スチーマンはチーマンが山に1枚いるだけですね。数万ないですか。数万ないですね。ただこれピンズも打たないような状況になるとチーマンあんこ落としがあるぞ。パーソ引けるかどうか。スーソの方が引いた。こうなると急走引きも1枚だけいる、うん、ようやく行って進んだ。はい、手広くなりました。あ、パーソ引いた。短期待ちだ。短期です。リャンソー、ぼちぼち良さそうな街に見えますね。またリャンソーが2枚切れ。そか、位置行くほどではない。良さは吉田に流れてきます。わー、またサブロキューピン。ダブトン本一だよねこれ。1万1600。リャンウピン、ピンフになった。役割になりました。フリテンでもない。するかな。サブロッキーピン持ってきたとき、まあいいピン余ったんでピンザ打たれなそうだけどな。どうなんだ、1か。余ったのが1なんですよね。でもね、3巡目のドラ切りから、はい、そのマンズのね2目を、うんとメンツ落としみたいのが見えてるんで、テンパイを取り切った。あと背底にしかですね。本当だ。何があるか。結構薄いけど、いるはいるね。ああ、パソ。西川勝又の2人転敗です。吉田さん冷静でしたね。そうですね。はい。まずはもう1枚も下ろさない構えで、9ピンだけ行きましたけど。なかなかできないよね。レンちゃん2本馬となります。ドラは3万でいいですね。また来てますね。かなりいいですね。来てますよ。勝又もまず封じ先は悪い。ただ本一しますか。本一ですか。ペイからいった。ペイから吉田も良くはないですね。いいシャンテン、イースピンと関数マンのいいシャンテン。もうどっち残ってもリーチに行くんじゃないか。どっちでもリーチか。まあ、そうですね。うん、馬3万かな。ドラ3万だけどね。あ、馬さん、そうか、ドラ3万か。難しいよ、これは。じゃあ、急走もある。リャンピン、3ピン、リーピンがね、2枚切れだった。うん、らしいですね、これはね。ってことはでも一色まで見てるっていうことですか。見てるってことですかね、これはね。来た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 。単関数マン転敗だけど、もう一枚ね、ソーズ引いてきたら転敗外しそうな転敗ですよ。言いそうだけは一通がつくから三層切り、三層切りとかはあるけど、それでも外す手はありますよね。それでももちろん、それでも外す手はある。さあ、やばいぞ。やばいね。あとは仕掛けか。例えばドラの3万引いた吉田もチャンス。これはウーマンだね。6はね、外しやすい。はい、サブロースをくっつき。
こうなると食い伸ばしとかをするかどうかですか。ですね、チーソーチーのウッパーソーとかね。はい。ドラ先切っちゃうか。いや、切れない。三層ポンの。それはサブロ9層。なんでシナ層。両層ポンはイス層。連想ポンはいい数層になるね、はい、あ、ここで切ったね。初重なりでも嬉しいから3層どうする。まあこれはポンしないけどな、ちょっとしづらいけど、うん、してもいいけどね。そうですね、する手はもちろんありそうです。ただロー層1枚切れてるしとかいろいろ考え、うん、あ、でも切られなかったね。ただ今ねウーマン打った後のドラがね、はい、手から出たのが見えたんで、インパクト強いですよ。吉田さんもトーンはかなり打ちづらい。うん、トーン打ちづらいですね。あ、でも想像から打ったんだね。打ってきましたよ。勝又警戒しているぞ。急走合わせていく。警戒してますよ、これは。うん、藤崎もトーンが打ちづらいけど、先にパーソン先に打ってた。すり抜けたぞ。まあそうですね、どうせバレてるんだろうからチーとかも別になくはないですからね、はい、チーカンチーソーにしてからの手代わり待ちとかも別に普通といえば普通ですね、はい、チーソー全部あったんだ。あ、リャンソーがここに来た。テンパイ役なし、テンパイリャンウピントーン打ってきましたね。そうだ、藤崎さんがねトーン打つってことは結構、はい、場にもね、衝撃が走ってる。流れない、これね、リーチいければリャンピン相当いい街見えるんだけど、トーン動かれなかったから、はい、リーチするとかもある、あるかもしかしたら。あ、そのまま積もった。積もったぞ、そのままだ。藤崎の上がりは積も、300、500。いい上がりですね、でもね。500、700です。いやー、西川もね、大チャンスの手配だっただけに。引いてない。あ、引いてなかったでしたっけ、うん、ただ数ピン引いてた、うん、だから両面両面にしとくと1000オールしかなかったんですね。あの、そうだね、地層の測輪になってたとしたら1000オール、うん、違うな、いい数ピンの測輪になるんですよね。数ピンの方が先ですね、うん、それはないですね、大丈夫です。それはサウガン変わって勝又です。トーン3局、ドラは両層。そうな人はちょっと見受けられないけど、藤崎がまずまず形はいいですね。藤崎さんがまとまってはいるか。吉田は一メンツ、西川はね、メンツなし、4トイツチートになりそうかな、西川さんは。そして親番の勝又、悪いですね、勝又さんは3トイツ、マンゼ3トイツです。お、数枚引いた。いいじゃないですか、ぐっと引き締まりましたよ、うん、あとはドラのローソーを引いてくればね、打点も十分見えます、うん、近さんはもうチートに決めましたね。数万個になった勝又、ドラ引き、うん、ドラはローソーですね。あ、ドラローソー、ドラ受けができました。ドラ受けができて失礼しました。うん、いいシャンテン、チートイツのいいシャンテン、ダートとして見えましたね。これマンズの一色もあるぞ、勝又。いいシャンテン、うん、これはチューン残しそうですね。自敗の三頭立てになりましたね。佐々木久人システムです。白ちょっと痛いかな、勝又さん。隠密だったら欲しい牌ですよ。おー、いいぞ、つもりか。まあね、数層が2枚飛んでるってことで、うん、1層の2枚分しか受けりゃ増えないからっていうのもありますか。勝又さん、チーズにまだ
なるパターンあるね。もう一メンツ欲しいんですけどね。パーマンとか引いてきたらありえる。ドラだって、これはタイミング悪いパーソンスタート。 ね、どうするかな。切っちゃいます。あ、切った。じゃあね、トン縦重なりからの本一ルートは残すってことですね、はい、ただ老僧だけはチート。これはいいソリアンスになりそうですね。またドラ。あれ、これは役なしになってしまう。連想を切るとポンテンが入りますが、ちょっと受けたかな西川さんは。トン食い取った。食い取りが痛い。いつも言っていく藤崎。ムニムニっと。ああ、受けだね吉田さん。あ、違うか。戦争打たれた。結構通りそうに見えるんですよね、三層早くて。うん、そうですね。老僧地位のね、第三層だから、はい、リアンカンで持ってたように見えるからね。そう見えますね。リアンソーリアンソーはあんまりちょっと見えないかな。テンパイですよ。トンが合わせられなかったトンか、ションパイの何待ちか。きたー、リーチか。まあ、こうなったらリーチですか。もうね、動きが入った後なんで。ドラはアンパイです。人物ですね。吉田地点。取るんじゃないですか、これ。3万がね、全く。仕掛けには一人、うん、通ってて、でドラが速い親リーか。ああ、じゃあこれ、じゃあそんなに打点ないから勝負ってなりましたか。なあ、一旦チーして回る。いや違った、チーはするけど回るやつか、はい、そっか。まあまあ自身もね、肩上がりですからね。そんなに堂々とチー点っていう配信ではなかったってことですね。またスチーピン藤崎ウッパーマン老僧が回った。そんなにいるの老僧。すごい、勝俣にあんこになってましたねこれ切らなかったら。そうだ。あ、うん、そうですね。スーピンのつまがり、1300オールかな。はい、リーチつも1300オール。まあいろいろありましたけど、これ勝間さんにとっては結構嬉しい上がりになりましたね、はい、さあ勝間大ちゃんです。浮きで終わりたいですよね勝間さんね、はい、うん、浮いて30ぐらいには今日のトータルを乗せたい。うん、お、マンズいっぱい。多いぞ。トラパーマンですよ。最後の2枚のピンストフォーズ。うーん、狙っていく。手なり寄りになりそうかな、これだったら。悪すぎる。ただメンツが一応一つある。設定があります。下の決して良くはない。しかは一メンツで白がというところは悪くないですね。うん。あまりは、あまりにはいけそうですか。うん、トラのパーマン入れましたよ、吉田。カウス3ピン入った。スモは順調ですね。いいシャンテンになりましたよ。トンから打っていく。ハグで目いっぺかな。ハグは西川が仕掛けていきます。ポンシャンテン。いいシャンテン。おお、リャンシャンテン戻しですね。まあ、ペイはね、2枚切れでしたね。よしだ、ジュンちゃんも遠くに見えますけどね。遠くにね。うん、
ドラ引き、これは窒素球層になるね、さばき手とはいえ、うんうん、それもう一枚引くかもしれないですからね。それもありますね。さあ、カンドピン、いい射点だね。3万から1か、3ピンから打つか。ここは3ピンからサイドいい射点で、しごろも見えるようになりました。カンドピンだ。もう一回残そうかという間ですね、これは。今度はローマンパーマンもちょっと検討する。あー、ローマンだった。まあそうですね、まあ1000点と2000点の比較よりかは上がりやすさでどうするかですね。カンチーマン残しておくとね、結構折りに回されそうとかがあるんで。あ、チートイツ、はい、含みにした。しましたね、ここまたメンツ壊しましたよ。含みとかチートイツにしたね、これは。 しましたね。そうか、スッチーマンのね、二度受けじゃ戦えないってことですね。先に行けるか。ここは2万から、ドラがね、まだ2枚ありますよ、山に、はい、本当だ。吉田さんなんだかんだ言っていいシャンテンまで来たけど、ここでチーテン入りますね。チーでドラ切りです。これも結構できそうでできないんだよな。テンパイ、テンパイ役なしますか。ニャンワンはそこまで悪くは見えないけど、取って闇テン、リーチの行かない藤崎。まあでね、シャンポンになるのかな、多分、はい、1枚切れてるスーピンとバラのシャンポン、うん、まあね、曲テーマがね、こう親落としにあるんで、西川さんは、はい、まあまあまだ別にいいでしょうって感じですよ、うん、テンパイ、テンパイだ。ペンさん、そう待ち。シャンポンからの一通変化なんかがありますか。そこね、パーソンだった。パーソンか、うん、ここは西川の上がりです。100で1000点、1000は1300、うん、こうしないとまだ上がれてないんでね。チーマン、まあそうですね、カンチーマンがシャンポンに変わってますね、うん、そうですね、シャンポンに変わ変えるんで、ドラだから、はい、チーマンは上がり逃しにはなってないんで、うん、4曲藤崎の相番となります。ドラは9万、うん、これ西川さん前節のね、はい、マイナス78を全て取り返してしまうかもしれない。今20ぐらいですよね。本当ですね、なんと漫画1個分ぐらいだ。そうですね、恐ろしいですね、本当にすごい。分かりません。うん、サイド決定戦のオーダーに、ね、進出している石川。さあ、今回は藤崎の親番でドラは9万です。石川にチューンがドイツ、虎の9万が単独で1枚ある。松松さんがいいですね、今回は。点が取れる2射点ですね。藤崎さんはね、なんとかしたい親番だけど、はい、ちょっと手早苦しいですね。勝又が欲しい、トンは2枚とも山。石川さんもいい射点。選択、いいピア1枚切れ。まあ、つも切りになりそうですけど、あ、スーソの方にした。まあまあ2人に安全、1人現物でね、2ピン生やした人がいるから、後々のね、
けごま候補ってことでしょうね、うん、これはね。チーズはここで六分切り。うん、選択だけどドラキューマンなんで、うん、そのままつむ切り。キューピン一人現物と、これも安全度ですかね。チキレのペイよりもキューピンにしましたか、はい、これキューピン。今度は握れの自敗と。うん、水崎さんもね、ヤンシャンテン、1、2、3決まりづらいもんね、これ。来たぞ、来た来た来た、いいシャンテン来た。シャンテン3層、まあバー1ですけどね。いや3層2枚ある、山に2枚。 EP 引き算大きいですね。大きいね、 EP なかったんだよね、1枚しかね。バー層層はさすがにありそう。チャンス来ましたか、藤崎さんに。ストライと、吉田さんがチートイツのイーシャンテンになりましたが、じゃあ全員イーシャンテンですね、これは。全員、はい、イーシャンテン。先にね、リーチって言いたいけど、パーソ。吉田さんはほぼチート決めたかな。3層。これは藤崎さんの支配。いけません。これは3層、山に1枚と、リャンペイコイーシャンテンでもあるパーソンになりますかね。松本さんのトンもね、深いですよね。あー確かに、トンはずっとポンテンがね、はい、取れる配信なのに出てこない。しかも全員打ちそうな状況だったんだけど、ここに来た、まあ打たなそう、チートイツだからね。9万ドラだから、チーピンかパーマンかオリか。吉田さんここでね、ダブトン打たなそう、トンションパイのね、トンをトンバでは打たなそう。チーピンはローピンが3枚見えてるからワンチャンスではある。パーマンの方で粘るにしましたね。なんとかチート打つでね。あ、西川さんテンパイだって。リーチに行った。チュンとウッピンのシャンポン。チュンは誰も持ってない、ね、ライチですけどね。山に1枚ありますね。ピンも1枚ありますね。1枚ずつある。まあ吐くから目いっぱい打つけど、うわっ、テンパった。トンタン1枚ある。1枚ある。1枚ある。1対2。あ、テンパイだ。スーピンプッシュ、トンは頭上だ。西川が掴んだ場合は藤崎はノーテンポイゾン。あとツモ番が1回、まあ、これ押そう、ローサーをしていく。さあ、トンアルゾンした。テンパイ効率ですね。さあ、そう、スーピン、決着つかないか。どう、3枚3ピン、E ピンですか、これは。 E ピンになりますね、はい、E ピンで粘り込み。ノーテンだ。いや、藤崎さん、テンパれなかった。さあ、背景にいるぞ、トンもチュンもウーピン。あ、ウーピンがない、トンもチュンもいる。いない。そう、打てる。吉田、西川、勝又、3人転敗。藤崎の1人の点、苦しい。藤崎さん苦しいね。まあ吉田さんのね、トーン打たずは結構、いやいや、本当ですね、プレーですね。ラフに打ってると勝又の上がりっぽいですからね。そうですね。
サグロピンが残ってたんですもんね。サグロピンです。すごいいましたもんね、うん、何人となります吉田の矢番1本も強敵1本ドラは吐く。ドラの吐くが1枚だけ。来ますよね、はい、うん、ただ吉田さんもね、まあマイナス30で今日ちょっと帰りたくないですね、うん、この最後の矢番は20ぐらいまで抑えたいですね、なんとかしたいかな。そうですね、ただちょっとね、こうハイパイ悪くて、はい、まあ、5から打ち出して5が3枚並びましたけど、5、5、5ですね何かを狙ってこうっていう切り出しですけど、大体ちゃんと系ですね。さすがにでも悪すぎるからね、うん、さあドラ重ねたのは勝又健二、健二勝又あ、これ出る、いや出ないんじゃない、あのゴロチ狙いつつですね、うん、吉田の手も悪いですから白は切らない、ね、西川さんが6チッパのイーシャンテンじゃない、チャンス西川、サブローマンとカンチーペン全員で白を牽制し合ってる間に西川が上がるというパターンになりそうです。カンチーピン残りでもリーチ打つよね、これはね、多分西川さんは。まあ 9万入った場合だけ打たないと思うけど、はい、3色だったらそうですね。うわ、来た、どうなの、うん、ってことでリーチになりましたね。1、2、手配2、山に2枚です。山2枚、いや、藤崎さんはちょっと押しづらいね、ドラゴンも浮いてるし、吉田さんもかなりきつい、はい、となれば勝又はなんとかね、うん、ドラドラの勝又さんだけがまあ行けるというか行くでしょう、ある程度。うわ、筋になった、筋になった。吉田さんのチーピンはちょっと危ないですか、ま、そうですよね、現物が、あ、でも粘ると危ないな、まあちょっとね、いや粘りそうだな、ね、これ積もによってはちょっと手配配置良くなったんでね、はい、まあ数値って言っても先 E ピンから打つんですけど、ドラが白な分だけ結構将来的に危なくなりそうだね、粘ると、はい、白短期のちゃんとドラドラとかね、そうね、だって今紙からチーマン出たらチーだもんね、多分チーして粘りたい人はね、イーピンかチーピン切れそう、うん、勝又さんは抜きましたね、うん、はい、やめた、ドラドラ、うん、ドラドラでも形が悪すぎて見合わないと判断ですね。3万、新たな無筋が来てどうするか、やめかな、現物はパーソーとチーマン、いいピンもしょんぱいなんですよね、チーマン現物だから、2巡目にヤンピンが切れている、で3ピンがもう4枚か、ションパイだけどね、うーん、チーマン現物抜いた、さあチーピンはまだ変わらず2枚ありますよ、勝又回って回ってでイーシャンテンまで来てどうするか、うーん、取らず、イーシャンテン復活しましたね、うん、勝又さん、
はい、カンパスオペができました。うわ、これは酷な選択を迫られますね。一筋勝負いきます。ウッパーピン、まあ、数層から打ってテンパったら急層勝負にするか、ウッパーピンを先に一筋勝負するか、はい、ウーピンの方からですね。うん、難しい。まあドラドラだからね、今テンパ色が欲しいとかではないからね、上がりの道の時にそうってことなんで、ウーピンを勝負する形になりましたね。勝負しましたね。先輩は入らず、入らない。入手が西川さんだよね、なんちゃだから。なんちゃです。チーピン2枚ありますね。まだいるんだよね。変わってないもんね。あ、2枚ある。積もりそう。あ、いない。ワンパイ。西川の一人転敗で流局となります。吉田さんがきっぱりやめましたね。まあまあ今日はもうマイナスは受け入れるっていう感じになりましたかね。はい、そうしましょうか。まあトータルは持ってるんでね、まあまあこういう日はしっかり素点管理もしてっていうところはあると思いますね、素点管理ですね。吉田さんはね、2局西川の親番となります。2本場で京卓が2本、ドラは吐く。何だけか、うん、結構あるけどね。まあ一応本一のパターンありそうだね、西川さんね。本一ですね。大変怒ったね。藤崎トンガと一ですが、もう難入しております。吉田は一メンツ、三トイツ。本勝又も一メンツです。ピン付近の手組。藤崎はドラの白が浮いている。仕掛けていった。西川はシンプルに上がりに行く選択しましたね。日本馬でね。はい。強卓にてね。26落ちてますからね。1500は4100、これは上がりいきますね。実際もドラが浮いていますが、イーシャンテン。うわ、2万からだね。これはとんかつなりからの本一のルートがある。実際さんも役割なら切りそうだけどね、どうなんだろうな。天敗だ。チピン。さあ、ちょっと準備が早いので打たれるかもしれないですよ。さあ、いいピンを取ったとして対応していく。ドラの白がね、まだ藤崎に1枚あるだけ。一瞬手まで来た。空切りしましたね、空切り、ね、はい。勝又のチーピンが打たれません。やっぱね、ドラ持ってないといろんなね、パターンを、悪いパターンを想像するんで。あ、これチーピンが打たれました。西川の上がりです。なん1500は2100、結構強めに打ってます。パシンと、西川連チャンです。何2局は3本場となります。ドラは9ピン。
強さそう。嬉しいな。タウマ入りましたね、藤崎。吉田さんだけちょっとあんまり良くないかなってイメージ。西川ドラの9ピンが1枚です。一応使えるようになりました。いいピン、柔軟ですね。今度はスピードで行こうってことですね。はい、供託はもう回収したんで、あ、スピードじゃなくてごめんなさい。打点で行こうってことですね。一応ね、6、7、8の3色なんかも見えます、西川。吉田もなんとかしたいぞ。これは7、8、9もあるな。うん、ってことで。まあ、ただ9万は打ってしまってるのかな、2枚ね。うん、藤崎さんがもしかしたら3色含みになってるんで高くなる可能性はある。3つが出てきたね。はい、出てきます。あ、来た、ゴロチ、ゴロチで2万。ドラの9ピンは2枚ありますか。観浪層もあるぞ。これ藤崎大チャンス、大チャンスというか、このぐらいは上がっておきたい、ね、このぐらい上がっておきたい。観葉3色か、3色ドラドラか。ただ吉田さんもなんとあっという間に6チッパのイシャンテンということで、1通の仕掛けですね。じゃあローマンかな。そうですね、はい、西川イシャンテン。あーでもチーソーが流れた。入ってた。しょうがないですよ、カンリャンソー大好きなんで、西川さんはね。確かに。ウーマンですね。なんかまあね、ゴロチの部分は決めて、これは藤崎チャンスだぞ。何？1万、これは無理。数万がね、ボンバに2枚飛んでるんだね。いや、まあ、おっと、勝間さんもいいシャンテン。いやー、どうする、パーピンかなんでしょうか。なんはね、安牌、2枚切れだけど、パーピンの方からです。パーピンの方にした。いや、まあまあまあ、ゴロチを決めたいんでね、はい、うわ、6万持ってかれちゃった、吉田さん。6万は痛い、痛すぎる。勝又さらに手広くなる。テンパイ、これはリーチまである。リーチだ、中筋になっている。2枚、リーチ打ちやすいですね。ドラ打つことと中筋になってることでね、うん、これ出上がりも十分期待できますよ。あ、お、テンパイだ。どっちにする、リャンピン、現物切ってリャンピン持ち、ね、ローピン現物でしたね。藤崎これは負けたくない。あー、ローソン引いた、口っぱやめてん、現張りではない。9万が出ない、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 出ない。さあ、さすがに吉田も見逃さないでしょうけど、いや、6万だってね、もう山いないからね。9万でも上がりたい。ローマ1枚ある。あ、ないか、ないか、ないですね。いや、これはもう行き切るパターンですね。パーソー相当強いですよ。決着は必死です。ローソーも2枚ある。うん、リャンピンもいるもんね。カ
かつまたローソーはスライドできるぞ。9万だ。9万か。ここは吉田さすがにね、渋々ですけど。はい、ピン1900の両卓位。は1900。いやーでも痛いな藤崎さんですよ。ねえ、これローソー2人おそらく打ってたでしょうから。うーん、そうですね。あれどっちか3層と入れ替えできたかな。勝間さんはスライドできたけど、はい、チャンスで来てないんでね。しかもね、結構難しい生き方して、はい、うん、先輩まで持ち込んだんですけどね、うん、いやきついな藤崎さんは。三局です。勝間の相番ドラは今マンズが多いハイパイ、結構いいですね。インドリアン面もある。吉田は初が統一。あらららら、らいいシャンテンですよ西川。いいシャンテン取らず。勝間の後輩パイですが、西川の方がいいか。まあ、タイヤならやっぱ採用ってことですね。いいシャンテンしましたね、はい、今度はね。勝間さんもジャントできるのは嬉しいかな。リャンソー切りか、なるほど。リャンペイコーとかをね、ちょっと見た位置ですね。こちらの手配。さあ、西川、転配するか。ダメ。これでいっぱいスッチーマンとスッチーピン、はい、うわーテンパイだ。さあ短期選択、今切れたリャンピンかションパイのスーピンかだけど、一旦親の現物リャンピン短期。まあそうですね、親限にしますよね。これは2600のテンパイですね現状。西川さんはね、あのもう曲を落とせれば全然嬉しい状況にはなってますよね、はい、から、あ、リーチだ。さあ、場面いっぱいに受けた甲斐がありました。勝又先生リーチは、スッチピン、リャンピンが現物にはなっているんですが、うん、持っていないから打たれません、うん、でおそらく西川も一巡で待ち替えになってしまいますからね、うん、危ない牌はね、変えますよね、うん、このぐらいの展望状況なら。うわ、678待ち、678でリャンピンを切って、そうですね、全部役割です。6チッパ待ちです。そうですね。ドラどうする。これは無理です。チーソー押すか、もうやめちゃうか。やめた、完全やめ。うん、まあ店舗状況がね、そうしやすい、折りやすい状況でありましたけどね。こういうのも僕1枚ぐらいいっちゃうんすよね。あ、上がれてたかもしんない。ドラ短期上がれてそうじゃないか。いや、あんこの小さを打ち抜くのは結構弾力いりますよ。いりますけどね、うん、取ってない筋までいっぱいありますもんね、うん。ドラが通ったことにより復活も十分可能性が出てきた。一気にね、こう、はい、危ない想像を全部がめて、うん、一色になっちゃったりしてね。よくありますね。よくある。よくありますよ、よくあるの、そのパターンは。ね、このパターンですよね、まさに、うん、だってね、これどうせ安全な道が少ないからね、放置して6万からいっちゃいます。じゃあ何から、一応何から、え、すごい、結構広いもんねこれね。3456789で転配、うん、3から9で転配。
しない。スチーピンもまだまだいますよね。手配に1、2、手配に3、場に1、2、5枚なんで3枚山、うん、まあ、勝松さんもね3、1、5からラス前でおやり、うん、1000オールでもめちゃくちゃ嬉しい加点ですからね、展望状況的には。はい、いや撤廃しない。あ、引いた。勝俣の上がりはリーチ、いつも1000オールです。私まあ押すならチーソーの方、ドラの方、いやどっちだったかね。なんかまあ打点でチーソー切ってドラタン気にしちゃいそうな気がするんだけど。本場なんとかなりそうかな。藤崎さんにしてはいいかな。藤崎さんにしては、うん、今日の藤崎はハイパイがね結構悪いですね。かなり苦しいですから、動きましたね。まあダブなんでしたね、はい、これはね。立ち上ドラ受けもあるし、まあ親番もあるんでね、これは自然な打ち抜きですね。西川さんは悪い、結構受け手になってきそう。チートイツか本イツ、チーピアン嬉しいな。これでイーシャンテン、藤崎は両面両面のイーシャンテンです。ただここドラドラになったね、吉田さん。いやただ速度はこれで目いっぱい。うん、と単用テンパイだ。サブローマンです。藤崎サブローマンというのは誰も持ってない1枚です。吉田が1枚だけ。7枚、あ、1枚出てるか。6山、に来たけど、いいシャンテン、つもぎりですね、これはね。松本さんの仕掛けはありそうですかね。また仕掛けはタイヤオですもんね。仕掛けそうですね。ポンテンは取るか。はい。あ、引いてきましたね。うん、ここは藤崎の上がりとなります。ダブなんで500線、600線100。ようやくなんかすんなり上がれましたね。はい。すんなり上がれないんでね、今日お客さんは。ただオーラス、まだ足りないっす。全然足りないですね。全然足りないっす。今回戦オーラス、藤崎のエヴァンドラはパーソー。このマンズで一面打つ。お、藤崎さんにしてはいいですよ。藤崎にしてはいいというのは何回言うんだ一体。吉田さんもパーピン引いた。吉田はちゃんとイーペーコみたいな。3900で浮きに回れるけど、これぐらいの手配だと、まあ、見ていきたいですよね。そうですね、条件。まあ3回戦のオーラスだね、はい、見逃しなんかもあったんだね、吉田さんはね。見逃ししてますよ。3回戦で見逃しラッシュが親で見逃しからの、はい、あ、これはそれは4回戦か。4回戦です。オーラスね。あー、イーシャンテン、ちゃんとイペコ、イーシャンテン、うん、大チャンスですよ。カンパーマンとペン、支配です、ね、ジャントーか、うん、あー、パーマン1枚しかないわ。これはきつい。あー、なくなった。ここに来て、なくなった。そして出なそう。
佐々木さんもチーマンから打ちましたか。なるほどね。どうせポンはしないんでってことか、うん、1通の目とかを残しつつ進行するってことですね。シンゴロとかもありえるか、一応こうしておけばありますね。うーん、ドラが来た。切りません、ね。で、馬。スマスさんもね、浮きのまま終わりたいから上がりには行きたいけど、はい、役がなかったんでトンに手をかけましたか。あ、これは初で目いっぱい6ブロックですね。あ、藤崎。あ、テンパ。カンパマン。カンパマンは1枚なんでした。あ、ゼロ枚、ゼロ。うん。闇転しましたね。あ、でも藤崎がまだ出る可能性あるか。さあ、選択になると、はい、うん、そうですね。6球1が今、バニ2枚。バタバタバタっと切れる。ローソーから引いて、タス選択になると、ちょっと危ねえですね。はい。ただ、それ以外は多分、6球1よしって見てるはずですけどね、現状。そうですよね。うん、そうそう、6万減った、9万減った、危ないかも将来的に。9万が減るとやばいんですよね、うん、大丈夫かな。あ、いや、やばい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 、これ一人沈みのルートになっちゃう。いやー、これはもう自順パーなんですね。吉田なんてんだ、チャンスでいけば5-2か、5-2ですね。これはひどどくすぎる。もう絶対助からないやつじゃないの。 100% 助からない。9万が切れてしまったばっかりに、もう何引いてもパーマン打ちそう。絶対パーマンだもんだ。ああ、もう間違いなくパーマン。あ、これはね、ドラがパーソーなんで、ね、一瞬耐えた、はい、一瞬耐えたけど、あ、チーテンが入った。あ、パーワンがダブロンになりました。ダブロンになるけど、頭羽はどっち？です。吉田さん頭羽だ。勝間だから山打つかもしれない。お、本当だ。おお、奇跡。そんなパターンがあった。そんなことあるの？すごいパターン。藤崎、一人沈みを回避です。西川単葉ドラ1で2000点の上がり。だってドラ票がこう並んでたんだよ。おかしいよ、ね、これはかなり藤崎、まあ、後で見たらちょっと助かったってなる、はい、4回戦はトップから西川、勝又、吉田、藤崎の並びです。はい、では引き続きインタビューに移りたいと思います、はい、じゃあ藤島さん、あのイヤホンをするとね、はい、思います。はい、まずは藤崎聡プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日一日通して非常に苦しい一日だったと思います。ちょっとあの新幹線の時間が、どこに行かれるんですか？地元にあの帰られるわけですね。まあ、あの上がり自体が非常に少ない中で、まず1回戦ね、あのペンチーマンの一気通貫、あれは吉田さんの仕掛けに対してかなり厳しい2筋を押してね、うん、はい、もう忘れちゃったんじゃないですか。もうそんな、いや、覚えてます覚えてますよ。大体大体ロって言われるんだろうなと思って知ってたら、 あれ通った、はい、通った、みたいなね、両方ね、はい、もうだからあれはもう2つ通したけど、もう1個ぐらいなんか危険なとこ持ってきても行ききろうみたいな感じだったんですかね。いや、まあまあチューン以外は全部、ね、もうそうそう切っちゃったら勢いですからね、はいはい、でね、あれの3キロは上がったんですけれども、その後ね、非常に苦しい展開で、一つあのお聞きしたいのが、もうここ数年で一番みたいなハイパイ入ったじゃないですか、はい、サブローピンの単品3色ドラドラ入りましたね。さすがに上がれるかと思いましたね。上がると思いましたよね、はい、藤崎さんはあの結構苦しい時は、うん、こう大チャンスの手はリーチをいってこう相撲にかけるっていうのを聞いたことがあるんで、いやいや、あのそれはさ、はい、上がれるあの手応えが全くない時にない時、なるほど、行くんで、あれはね、さすがに拾えると思っちゃったんでね。思いましたよね。まさかね、うん、あんなに早い展開で、ね、バタバタ仕掛けが入った後になんかリーチを打つのも微妙ですもんね。まあまあそれはなかったですね。やっぱり闇、まあね、あれ
掴んでれば当然上がれてたと思うんですけれども、うん、まあまあ前に出てきてくれる分にはね、悪くはない話なので、はい、パイの巡りが、ちょっと悪かったですね。一番いたんですけどね、枚数的にもね、はい、4枚、ね、何をちょっとあの新幹線の時間があって、藤崎さんあの最後に、はい、あのオーラスのあの吉田さんの手配見てないですよね。見ました。あ、見ましたか。はい。はい、もうあれね、パーマンはもう発射台ってなってたんですよね。引いても打つようなね、うん、ラッキーでしたね。なんで一人沈みが多分8ポイント、9.2 ポイント得意した感じですね。はい、52だったね。9.2 ポイントぐらいどうでもいいですけど。すいません。はい、ということで藤崎さん今日はマイナス 61.5、 トータルはマイナス 39.0 となりました。はい、今日は第9節ですね、第10節の対局は B 卓となります。対局メンバーが広柴田、西川淳、そして藤島さんというメンバーとなっております。節に向けて意気込み聞かせてください。はい、そうですね、あの100プラス130の貯金が全部なくなって赤字になっちゃったんで、はい、ちょっと下を見る戦いにはなりますけども、はい、とりあえずね、残留を目指して頑張っていきますんで応援よろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。チート打つとかもいい上がりあったんですけどね。うん、そうですよね。一品引いた時はね、復活もあるかなって思いましたけどね。はい、楽しい一日でしたね、藤崎さんは。はい、続いて吉田忠プロです。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。今日はね、結構いつもよりは苦しい日だったのかなと思いますけど、ご自身ではいかがですか？めっちゃ苦しかったです。苦しかったですよね。はい、そんな中ね、まずは2回戦のオーラス、はい、ピンフのみをブンと見逃しました。はい、はい、原点こだわりましたね。え、原点こだわりました、ね、そうですね、でも焦ってるのかもな、どうなんだろう、なんかあんま良くないか、はい、あんまね、僕見逃さないんで、うんね、それは次への振りになるかもしれないんですけど、そう、あれ最終戦、ね、最終のトーン1曲、ね、トーン1曲のね、6球、あれは別に何も出てないよ。何も出てない、あ、うん、出てなかったことにしようと、あれは、うん、もちろんあれは振り手にしですよね。はい、あ、でももうね、さすがに、はい、さすがに当たろうと思っていったよ、次は。もうあれね、4人テンパイ入っちゃって、しかもね、最後のテンパイが西川さんの単位踊らさんだったんで、またね、結構ね、ヒヤヒヤしてたんですけど、藤崎さん、ごめんなさいって思ってそうですね、藤崎さんが掴んでしまってすいませんということですけど、はい、っていうね、かなりのこう原点とか打点とかのこだわりを見せた一日だったと思うんですけれども、うん、まあ、一つ、うん、スーパープレーがあったの、うん、めちゃくちゃいいプレーがありましたよね。覚えてます？ん、自分で、ちょっと分かりづらかったかもしれないですが、3回戦のトーン2曲にスッチソデリッチ打った曲があるんですけど、ファンファン、その終盤にね、親番で、あ、はい、あ、残り1回、うん、残り1回、はい、もう あんなの絶対テンパんないでしょうって思ってたら、はい、テンパったやつね。あれね、シューを丁寧に止めてたから、あ、はい、連チャンにつながって、その後リンシャンでね、ヒロコっていうのがあったんですけど、あれチュン勝間さんにずっと当たりだったんで、うん、ドラ打ちから勝間さんがチュンがずっと当たりで、はい、結構もう助かんないなって見てたら、あれはね、うん、非常に繊細な、まあ、テンパイもかなり難しそうなね、順目と、そうですね、結構そう厳しいなと思ってたんで、うん、はい、うん、で、あのね、親番維持がね、結局その後の2色コールとかにつながってきたんで、うん、そうですね、大きかったですよ。まあ、でも久しぶりに折り打ちしました。うまんか、そうですね。うまんが。あの、でもあれ、多分あの、はい、ウーマンっていうより、やっぱドラムニャンピンがあの、はい、勝負いけてない時点で、あ、やっぱちょっとね、はい、気持ちが、うん、はい、なんかね、そういう勝負いけてない時に限って、そう、ああいう報酬が、ね、ね、ね、結構なんていうの、盲点なウーマンで、ウーマン、そうです、ウーマンなっちゃいそうって、まあ、ちょっと思ったんですよね、安全に行くならウーマンってなっちゃうから ね、ただ実況の古橋さんはリャンピンドラギ切ってリーチって言ってました。ああ、すいません、いやいやいや、すいません、いや、さすがにね、ローピン握れで西川さんがドラ統一以上で、はい、で、藤崎さんに地位が入るかもしれないリアンピンだから、やっぱね、結構ね、行きづらかった。昔は能天気に ね、行ってたけど、いやいや、うん、実際地位も入るしね、ドラんこだったしね、うん、まあそうですね、ね、ピンと合ってるんですよね、はい、うん、まあ
今までのね、はい、貯金がありますから、今日はマイナス 41.3 と、今季一番沈んでしまう。そうですね、すごい苦しくてもこれで済むんだっていう感じですよね。はい、トータルまだ72でね、2位はキープしてます。はい。はい、はい、第10節はですね、はい、シータクとなっております。古川、一つ井、近藤というメンバーです。あ、でその前にベスビーがね、第、8節分の対局が残ってますね。はい、はい、では第8節分はですね、藤島、勝又、杉浦というメンバー、まずはじゃあこちらに向けて意気込み聞かせてください。そうですね、やっぱり2節連続マイナスしてしまうと、はい、悲しいので。悲しいです、悲しいですね。はい、まあ、ただね、普段通り、うん、打てるように頑張ります。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。紙幣に乗ってそうってきて、確かにもうちょっとね、ヒゲがこうカールしだすと、うん、ね、ちょっと偉人、紙幣ね、偉人って言ってましたよね。はい、偉人系です。はい、続きまして勝又健二プロにお越しいただきました。勝又さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はね、かなり大きなプラスとなりましたが、ご自身で振り返ってみてはいかがでしょうか。いや、全然ドラ来なくて本当に確かにドラ来てなかったんですね。はい、でリーチもね、最終戦まで3回戦まで1回も上がれなくて、はい、最終戦にリーのみ2回上がっただけで、はい、16,600 上がったじゃないですか。あ、そうか、はい、ツモがね、ツモが、あ、リーチツモがっていうことですね。はい、はい、なんか苦しいながらも、ね、まずは1回戦にね、白積もった三アンコはあれはすごかったですね、うん、上手。なんかでもあれは打ちにくくて、うん、受けて受けてっていう、はい、守っただけなんで、はい、はい、ラッキーでした。ラッキー。ローピンチーピンもね、まだ打てるという判断だったんですよね。うん、まあそうですね、もうなんか藤崎さんが一番、はい、怖くないかなって感じでした。あ、まあでもね、その分析がちゃんとできてるから、ローピンチーピンでね、はい、粘れて、2戦4戦の上がりになってるんでね。そのオーラスのあのウッパソーの3色のリーチは、はい、結構点数的には、はい、こうリーチ棒を出すと、はい、嫌なところなのかなとも思いましたけど、それよりもやっぱりリーチで高層点を稼ぎに行ったということですか。まあうん、まだね、はい、高級とか考える段階じゃないと思うんで、うん、はい、はい、シンプルにいい手は攻める、うん、悪い手は守るっていう感じです、はい、シンプルに、はい、高め3色なんで、まあ、なんかその、はい、リーチ普段打つ手が、うん、その優位が逆転するほどのシチュエーションではないかなと、ね、はい、はい、まあ、実際西川さん先手の手だったから ね、リーチ棒が出ると嬉しい状況ではあったけど、はい、まあ、そのせいでパーソンも ね打ち抜かれてね、先手出たことによって行きやすさらに行きやすいっていうのもあったかもしれないんで、うん、あれは会心の上がりでした。あとはね、チーピンをして、はい、背底で1326、あれはね、あれは結構、はい、印象的でしたね。結構今日残りつも 1回の時に2回ぐらい勝負したの。今何度も言ってますよ、5回ぐらい言ってますよ、ね、はい、ああ、そうです、補充もしたし、ただしさんにサブローピンも補充したし、はいはいはい、ああやって打つこともあれば、はい、積もることもあるということで、積もることもあればテンパイ取り切れることもあると、はい、今日も結構テンパイ量でね稼いでた印象あるんで、まあなんかでもあんまりすごい高いの当たりそうな時はやめようって感じでした。はい、ね、ただしさんの本一とか、はいはいはい、なんかね、藤崎さんのペンチーマンの時はめちゃめちゃ嫌そうでしたね。うん、ね、あれだって絶対高いテンパイじゃないですか。はい、雰囲気出てましたもんね、勝間さんがめっちゃ嫌そうにパーピンとかウーピンとか、いや、もう安牌がなかったんですよ、ね、はいはいはい、そうですね、ね、さすがにスーソーパーソーって言ったらね、はい、それは何事ってなります。めっちゃあれは見てて面白かったです。藤島さん、あといかがですか。いや、もうやっぱりその終盤のね、その押してるのが印象的でしたよね。でもちゃんとやっぱりそんなに高い人がいないんですよ。うん、でそんな中やっぱ背底で1326弾いた曲なんかはやっぱり見事だなと思いましたね。はいはい、そんなところですね。今日はですね、まあ、いっぱいありましたけど、はい、うん、はい、プラス 32.9 で、マイナストータルマイナス 10.3。 勝間さん、気づけば、はい、ね、ピンクゾーンがどうのこうの言ってましたけども、気づけば上の方が近くなってまいりました。はい、はい、次節は、勝間さんも別日対局があるんですね。そうなんです、申し訳ない、はい、僕のせいで、はい、別日にして、とんでもないです。吉田さん、藤島さん、杉浦さんというメンバーです。はい、では次節に向けて意気込み聞かせてください。
そうですね、次節は、はい、全員決定戦狙えるポジションの人たちの対局なんで、はいはい、中盤の山場かなと思いますんで、はい、勝負どころですね、はい、まあ、ただだからといってまだ麻雀変える段階ではないので、はい、いつも通り、はい、自分らしく打てたらなと思います。はい、楽しみにしてます。はい、はい、今日お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。そうかそうかそうか、その前に僕は1個あるんですよね。あ、そう、そうですね、はい、藤島さんはまだ第9節がありますね、次回。はい、最後は宅内トップの西川純プロにお越しいただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、西川さん、はい、前節マイナス 78.2 と非常に苦しい展開でしたけれども、はい、2週連続の対局、今日は大きなプラスとなりました。良かったですね、はい、いかがでしょうか。良かったです、良かったですよね。いや、何しろ、はい、ね、めちゃめちゃついてますね。ドラはいっぱい来るし、はい、テンパイもしやすかったんで、すごいついてたなと思うし、多分手がね、バンバン上がりましたもんね。めちゃ、まあ、最初のうちはなんかすごいちっちゃな上がりばっかりで、はい、で、ね、なんかいまいちだなってことを思ってたんですけど、3曲連続ね、こうパンパンパンと上がって1回戦、うん、ただなんていうかな、はい、リーチができないっていうか、ダマテンばっかりで、はい、リーチに踏み切れないやつばっかりだったんですよね。1回戦の親番、結構ね、西川さんリーチリーチで攻めていくタイプなのに、5800のピンクドラドラを、そう、闇天に構えて、サブローピンでしたね。はい、いや、うん、そう、なんかね、あれリーチに行かない方が有利。あれは僕も藤島さんもさすがに闇天にしそうみたいな、いやすごいなと思いました、局面だったんですけど、うん、それでもねリーチ行くのかなと思ったんですけど、うん、そこは闇天できっちり上がってね、まあ、あれは手順的にすごく納得感があったんですけど、さすがにサブローピンが出てきやすい、まあ、今日よしでしたね。うん、でね、藤崎さんにやめてほしくないんで、はい、うん、まあ、ダマならワンチャンスあるかなと思ってたんですけど、ただまあそれも含めて、はい、まあ、すっきりするものではないんですよね。で、オーラスに勝又さんに、はい、いやあれね、勝負いった結果通行の11600でしたよね。あれは、はい、なんていうのかな、そのまあ、最終的にもう勝負するっては決めてたんですけど、はい、リーチ来る前から構え的にチューンをポンしないで、はい、で、なんかふかして2つ目のポンテンじゃないですか、はい、そうでしたね、はい、いいタイミングで泣いて、なんか上がれそうな、結果いいタイミングかとも思っては見てましたけどね、と思ってたんですよ、はい、はい、ピンズにちょっと自信がなかったんで、数チン満テンパになった時だけ勝負しようと思ってて、はい、でもなんかうまい具合にね、パスを持ってきて振り込んで、はい、あ、今日もダメなのかなっていうふうに思いました。まあそうですね、こっちで見るよりあの方じゃ答えてるだろうなとは見てたんですけど、まあでもやっぱりね、だってリーボー出て、うん、これトップじゃんみたいな、ね、ラッキーと思うところで11600ですから、で沈んじゃってね。でも西川さんその後3連勝、あ、そうってことになりましたからね、はい、うん、すっごい嬉しいです、はい、何回戦だっけな、イリアン・ウッパーソンの3面じゃ一転してね、つもぎりリーチのね、はい、同じようなピンフドラドラの手をつもぎりリーチ行きましたね、うん、あれはなんか戦術的なものがあったんでしょうか。あ、いやそんな大した話じゃなくて、はい、やっぱりその、うん、なんかちょっと普通の話、つもぎりリーチだったら、うん、少しケアが、はい、守るっていうふうなことですよね。良かったです。僕が言ったやつでした。はい。ね、あそこで大きな上がりとなったし、なんかもう一回戦のオーラスの宝珠以外は終始安定してる、プラス高い手もなんか要所要所で上がって隙がないような。ね、いやどうなんですかね。うん、まあ、見返してみないと分かんないですけど、はい、大体紙一重になってるじゃないですか。紙一重でした、でも今日は本当に、うん、紙一重の曲が多く、うん、めちゃくちゃ多かったですね、うん、大体が西川さんがこうね、トン一曲のタイムドラさんも3人テンパイの曲面だったんですよね、はい、西川さんだけいいシャンテンだったんですよ、追いついて追い越したっていう感じだったんで、うん、なるほど、本当に非常にね、紙一重の曲が多かったんですが、うん、まあついてたね、やっぱりね、ついてたことは、うん、まあついてたついてたんですけど、それを活かせるね、はい、西川さんの
力だったんじゃないでしょうか。マッチしてましたよね。あの、はい、なんかもう一個だけサバキテルで印象的だったのかな、はい、村の8万打ってねカンパソで上がった先手も結構印象的でしたね。1回ねカンパソを払ったんですけど、うん、まあ戻ってきたんですよねチーソーが、うん、そうですね、うん、いや最初はそのなんかねカンパーソが別にいいっていう情報が何もなくてなんですけどね、はい、まあちょっとカンチーマンもきついなっていう、ね、カンチーマンのきつさの方がね、はい、上回ったってことですよね、はい、だからちょっと雰囲気的なものを含めて、まあ1000点2000点は関係ないんでね、あの上がれる方を取りたかったんですけど、まあチーソー戻ってきたんでちょっとまあ行ってみようかなっていう、少し良くなったんで、はい、という感じです。はい、さばきてもしっかり決めて、そうでした。はい、今日はなんとプラス 69.9 で、大体この前のね負けた分を取り返したというイメージでしょう。順位も3位に復帰しております。はい、西川さんはトータル 62.3、次回は第10節 B 卓となります。広柴田、藤崎聡、そして藤島さんというメンバーとなっております。あ、藤島さんですね。はい、説に向けて意気込み聞かせてください。うん、そうですね、今日はいい感じで、まあ、あの正直この1週間はいや高級見えるなっていうふうにずっと思ってたんですけど、はい、まあ、あの何しろね、あのそれを恐れてたらいい麻雀打てないんで、まあ今日結果が出てすごい良かったと思ってます。で今回あの広柴田さんとはね初対戦で、かつ最後なんですよね。ああ少ないんですね。うん、はい、でまあ今首位じゃないですか。はい、で他の、お二方との対戦も非常に楽しみなんで、まあ、藤崎さんね今日の、ね、リベンジに来るでしょうし、はい、藤島さんとの対戦もすごい楽しみなんでなんか最後おまけみたいに藤島さんを入れて、いやいやいや、いやそんなわけないじゃないですか僕その間に2回あるんで、はい、あの2回あるんで、はい、7、8をこなしてからの9なんで、どういう風になってるかわからないですけどね、うんうん、はい、なので精一杯戦って、はい、結果を出していきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで本日の対局終了いたしました。次回第9節の B 卓ですけれども、対局メンバーは近藤久春、前田直也、黒沢咲、そして健次郎、藤島です。はい、そこ逆に言うんです、ね、はい、はい、藤島さんどうですか次回。メンバー的にはなんか順位がこう中位に位置する4人ですか。まあね、はい、どこに当たっても結局強いんでね、はい、ごちゃごちゃ考えてもしょうがないっていう、やるしかねえっていうところで、やるしかねえはありますけどね、はい、まあ、まあまずは自分らしくちゃんと打てるかっていうのはね、はい、まあ、皆さん思ってることだと思いますけど、それはありますよね。でまだそのね意識するほどの説でもないとは思ってるんで、はい、まずは通常運転でやれるかってとこですか ね、 ね、はい、はい、ありがとうございます。では次節頑張ってください。はい、今日解説どうもありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回第9節の B 卓でお会いいたしましょう。本日はこのあたりでお別れとなります。それではさようなら。